イスクラ諸般、イスクラは、ロシア社会民主労働党の機関士。ロシアから亡命した、社会主義者たちの手によって発行された。使命は、火花の意味。ロシア社会民主党は、ツモレンスク全ロシア大会を計画していたが一連の、弾圧のために頓挫してしまっていた。そこで、活動計画は変更され、AH ポトレソフトレーニングが国外へ向かい、 ゲオルディ・プレハーノフが率いる労働解放団と協力して独立した党としての政治新聞を創刊し、党の再組織を目指すこととなる。ロシアに残った同調者は多くの都市に拠点を設け、そこから地方組織への働きかけをすることとなった。新規監視の考領は1900年5月のプスコフ協議会で作成される。こうした準備段階を経て、 イスクラ第1号は1900年12月1日にシュトゥットガルトで発刊された。その後、ミュンヘン、ロンドン、ジュネーブで発行された。当初、イスクラはレーニンによって編集された。1903年7月、ロシア社会民主労働党第1回党大会の後、党がレーニンのボリシェビキとユーリー・マルトフのメンシェビッキに分裂する。 レーニンは、イスクラの編集部からも離れ、その後は、メンシェビキの手によって編集が行われ、1905年まで、プレハーノフが責任者を務めた。イスクラの平均発行部数は、約8000部であった。イスクラのタイトルは、シベリア流刑となったデカブリストを称えた、アレクサンドル・プーシキンの死に応える形で、アレクサンドル・オドエフスキーが作った詩の一節、火花から、 炎が燃え上がるだろうぜいぜいから取られた。1917年ロシア革命が勃発すると、編集部員の多くはボリシェビキに入党した。最初の編集スタッフは以下の6人である。その後、レフトロツキーが参加した。ありがとうございます。